はい、皆様戻ってまいりました。こちらの配信は、戦車のシューティングオンラインシューティングゲームワールドオブタンクスの公式大会、公式リーグ戦 WGL アジア APAC ゴールドシリーズのシーズン2、第9週目ウィーク9のデイ1、土曜日の試合の部を英語の本配信の裏で日本語でも同時に、皆様にねお送りしております。はい、はい、引き続き実況を担当いたしますのは戦車おじさんこと T ナトリ、そして解説ははい、ノーディキッズからキッドです。はい、よろしくお願いしま す。というこうカレンティーガーはまあ順当な勝利、そして B ゲーミングはダークルブズに、そうですね、しかもまあ試合時間もなかなかそうなんですよね。長いこう長くても勝てばこうすっきりさあ次の試合だってなるんですけど、はい、長くてこう負けるとダメージ増大みたいなね、そうです感じになってしまいます、しまいました。セットカウントは5対3でダークルブズが勝利いたしました。今まで2戦目ダークルブズには勝ってきた B ゲーミングなんですけど、ダークルブズも終盤になってね取り戻してきたかなっていう感じではあるんですけど、来シーズンシルバーとねまたゴールドどうなるかわからないのでね、予断を許さないんですよね、状況的に。ノーティキッズも来シーズンはぜひねゴールドっていう、はい、そのつもりでやってるんですそうですか、大丈夫ですか、大丈夫ですかいやまあはい、もう来シーズンもなんか隣にいるなんてことになったらあれですよっていう大変ですよっていう、はい、はい、さあ本日のスケジュールもう一回おさらいしていきましょう。はい、ティームエフィシェンシー VS イエルなんですが、さすがにティームエフィシェンシーに3立てを食らいたくないイエル、セットカウント5対2でイエルが勝利しました。 TCZVS カレンティーガー、こちらはまあカレンティーガーが何だろう、印象に残ったのってオペリスクさん選手ですかやっぱり。うん、そうまあというか、まあ、そもそもタグ自体が、完全に、まあ、TCZ があんまり良くないので順当に勝ったというだけ、なるほど、はい、そうですね。セットカウントは1対5カレンティーガーが取りました。そして先ほど行われてた試合ダークルブズ VS B ゲーミング、セットカウント5対3でダークルブズが勝利。ちょっとなんか結局最初から最後までちぐはぐのまま B ゲーミング来てしまったなっていう感じですね、さあこちらはバリアント選手とスペンサー選手のスタッツ比較、はい、こうバリアントのモーストプレイドタンクマウスっていう、そしてスペンサーの RU っていう、なんとなくこう、はい、なんとなくですね、はい、マウスが一番多いんですか。バリアントは途中からの加入なので結局、そのマウスがよそのあまり使われてなかった時代っていうところからこうにはこう WGL 出てなかったっていう、そういうところがあるんですよね。なのでこうマウスが一番上に来てしまってるんじゃないかなっていうところではあります。はい、はい、といったところでムロバンカクリフバン、ムロバンカがファーストってちょっと珍しい。まあそれだけメルトダウン今ムロバンカやりたくなかったんでしょうね、はい、なこと言っときながらタイブレイクマップムロバンカなんでねもつれ込んだらもつれ込んだでいろいろとありそうですが、ゴーストタウンピック、ヒメルズピック、ゴーストタウンメルトダウン、ヒメルズホースマンで、ルインバン、まあさっきのような試合を見るとルイン怖いですからね、ルインをホースマンはバンして、でマインズバン、まあ、メルトダウンはおそらくこうホースマンだからということではなくてマインズ自体が嫌いなんでしょうね。でしょうね。で、
ホースマンがプロホロピックステップメルトダウン。さあどのような試合になるのか今から楽しみです。これは両チームとも3位を目指す上で絶対負けられない戦いといったところで、はい、非常に重要な戦いとなっております。そうですね、メルトダウンは明日ダークルブスですから、はい、十分勝てる見込みがあるんで、ここ勝っておけば3位いけません、はい、滑り込める可能性というのが増えるわけですよね。ただホースマンが明日負けない、そうですね、あホースマンは明日イエルトなんで、はい、明日は、まあ、かなり期待できると、はい、本日カレンティーガーが勝利しておりますので、これ35で、ね、ホースマンと並んでいる。ホースマンはメルトダウンに勝たないと厳しい。この3位争いが本当にこれ混沌としてますよね。そうですね、明日カレンはアティートですか、まあこれはちょっとどうなんだろうというところですか。そうですね、勝ち点1つでも上げておけばイエルとホースマンチャンスはありますよね、うん、はい。もう本当に最終節ともなると、こういったね、星取り感情が、勝ち点感情が本当に重要になってきます。はい、今こう重要なのは1位2位ではなくて、3位から6位がどのような順位になるのか。残念なことにもう1位2位と6位の順位、1位2位とあとは6、7、8位の順位は確定しちゃったのかな。今日の結果を受けて6、7、8もあれ、7、8も確定、確定ですよね。で、ホースマンとカレンが今勝ち点で並んでいて、メルトダウンもここで勝つともうさらに3、4、5位が団子になるっていうところですね、はい、勝ち点34で勝ち点1差ですからね、はい、うん、果たして今日の試合どのようになるのか。ホースマンがここで勝っておくと明日かなり楽に試合を進めることができる。勝っておけば、でも明日カレンが勝てば、そうカレンが勝つとまた38で並ぶんですよね、はい、まあ、ただ T なんでそんな簡単ではないと思う。そうなんですよ、並んだ時にちょっと順位がどっちが上に来るのかっていうのが非常に見ものですよね。完全に勝ち、今のところこう勝ち点数では一致しているので非常に難しいところであるんですが、その後のちょっとどっちが3位になるのかっていうのは、はい、まあこの表を見る限りだとマッチ数だったり、表はね、そうなんですけど、まあ本当にマッチ数まで一致した場合は取得セット数かな、あで決まってきます。つまり負けた時にどれだけセットを取っているかっていう勝負ですね、はい。今シーズン彼まずいかなそんなことはないか、はい、といったところで、それでもね、こう勝敗がつかなかった場合は確か撃破車両数とかまでこう細かいところまでカウントしたと思いますが、まあカレンは今日は勝ったので明日もティーム F 戦士に勝って、そしてホースマンが EL に勝てるかどうかっていうのを待ちたいところですよね。といったところで、メルトダウンがこの試合勝てば、うん、面白い流れになりそうですよね。ここでホースマンがメルトダウンに勝ってしまうと、明日なんだろう、Team F 戦士相手にカレンは負けられない対決を挑まなくてはいけません、はい、でここでホースマンがメルトダウンに勝つと、メルトダウンの順位も確定、5位も確定かな。そうですね、ホースマンは今日、あ、そうですね、うん、そうですね、メルトダウンはもうあと2、ただこれ18になってるので、マッチが。そうですね、はい。ちょっと TCZ ともう一戦あるなら、マスカポイントを取れるでしょうけど。といったところではあるんですが、さあ、どうなるのか、非常に楽しみではあるんですが、まあ、この試合大事ですよね、見逃さないようにいきたいと思います。おっと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 。はい。そうですね、タイブレークでメルトが勝つのが一番いいなってことなんですけど、タイブレークで勝たれてもあれなんですよね、1点
こうホースマンに取られてしまって、ホースマンが一つ上っていう形になってしまうんですよね。で、カレンの明日の相手はこうティーム FCNC ということで。そうですね、うん、まあそこはちょっと差があると思うんで、うん、非常にこう難しい勝負になってしまいそうなんですが、うん、なかなかこうね見逃せないですよね、うん、この勝負。はい、はい、なので我々もこうこれはね気合を入れて見ていきたいと思いますよ。はい、結局どちらか勝っても彼は厳しいということか。まあ明日なんですよね。そう、明日 TMFCNC に勝てばいいんですよ。そうです、まあ、ヒントですかね。ただカレンに言えることがあるとすれば、取りこぼし多すぎるんですよね。まあただ今日勝ってしまえば明日ホースマンは言えるとなんで負ける可能性が高いというところで、うん、まあそうですね、今日の方が、まあ今日まあここのホースマンとメッドダウンがまあすごい気になるところだと思う。そうですね、うん、ね、リーグのサーバーも、あの我々のランダムマッチのサーバーも同じです。同じです。同じところで戦ってます。はい。なのでね、我々がこう思ってることと一緒のことを選手たちも思ってるかもしれません。そうですね。はい、うん、さあ、そろそろ準備ができそうですか。まあ。さすがにシーズンの試合のためにちょっとシンガポールまで行きますというか、なかなか無理ですよね。はい、はい、ちなみにね、韓国サーバーとの統合はもうすでに終わっております。はい、すでにもう終了しております。今週の何曜日だったかな、こうチャットでこうね、韓国サーバーが今閉じます閉じますみたいな、そんな話を聞きながら、それを見ながら僕はこう税金の作業をしていたという謎なこう現象が起きていましたが、はい、さあホースマン VS メルトダウン、まず最初のマップはゴーストタウン、スペンサーが弾をたくさん使ってきた側のこう余計な障害物を取り除きながら監視します。さあ、メルトダウンのマウス部隊は南サイドから徐々に回していきます。そうですね、バットが2枚いるんで、まあと、北側は決まりで見てます。さあ一気に前に出していくのか、それともここで一旦止まって様子を見るのか。そうですね、まあここで、まあ、バットで南を確認しつつ1枚、まあ、ボックスの南西のボックスの中に入れて、まあそれから上がるじゃん。まあ、それが今1枚進んだ。そうですね、さあじわじわと南サイドから、おっとオドフ選手に一発、そしてパンパン選手にも一発、二発目。おっとセンターですごい打ち合い発生。しかしまだ、あっと南でスピンクスのバットチャットが取られる。あっとそこにはなんと11さんがいた。11さんをいて、まずはパスファインダーを取りたいところだが、さあ逃げ切れるかどうか。あっと先に倒されたのはスピンクスのバットチャット。さあ、いちいちさんも絡まれてしまっている。さあ、しかし打ち切ったためにこれで仕切り直し。いちいちさんがパスファインダーを追っていく。倒すことができた。これは大きい。1対1交換で済んだ。なんか今、視点がなんか狭かったので、多分設定がちょっと違うんでしょう。うん。パスファインダー。さあバイストーンにも一発入る。あっと、あやらかしたか、やらかしちゃったぞ、ブラストやらかしちゃったぞこれ。
あーこれはもう完全に何もできない。RU にこうおしこたま打たれて、あーあーやっちゃった、ブラストやっちまった。これは案件ですよ。やらかし案件ですよこれ。まあ、バット落とされたとはいえ相手のバットも落としてるので、うん、うん、まあ、HB も若干不利ですがまだ分からなかったところで、そう、いや分からなかったところで1390がフルヘルスあれでこうこけて持ってかれるという、完全にこうやっちまった案件、シーズンフェイルまた採用かっていう、本当にはい、ね、何トンもある戦車が横転するのっていう話なんですが、実際の戦車も横転しますからね、非常にこうこれはねリアルでも起こり得る、まああんなに勢いよく回転することはないかもしれませんけど、はい、実際の車両でも横転しますからね、そこはこう全然リアルじゃないっていうことはないんですよ実は、うん、これは斜めのラインあれに通されます。わーっと一発ずつ交換するが、さあタイプ5の動きがすごく気になる。こうね、戦車の方が逆にむごいところを登らされたりこうしますからね、横転確率といえばそっちの方が高い可能性もあるんですが、あーっと113かな、綺麗に通しましたね、ノーンの113が綺麗にマウスに通していった。さあメルトダウン生存範囲がかなり押し込められてしまった。バイストーンのバットチャットが爆発すれば、ここでこうね炸裂すればもしかしたら打開策あるかもしれないけど、ヒットポイントの差はもうすでに3000以上になっている。ピンクピグ選手と北陽選手の打ち合いはどちらかというと若干ピンクピグ選手の方が、はい、こちらねハッピータンキングなんですけど、メルトダウン VS ホースマン、はい、今まで2回行ったけど5152かな、メルトダウンが両方とも勝ってるよといったところでホースマンが3連敗阻止のために頑張ってるところです。さあ打たせないよと、打たせないよと体でカバーしに行きます。フルヘルスのマウスが体でカバーをしに行く。さあ RU 対バットチャットの追いかけっこがここでスタートしている。なんとか RU を取った、バットチャットですが、マウスがかなりやられている、バリアントの後バウンスがやられてしまうと万事休すか。あーっと113弾きますね。さあバイス残り1枚バイストーンのみとなってしまいました。あれこれキャップでどうだろう、ないか、2分あれば横断できますね。1弾と50秒さすがに113と 50B が残ってるのは非常に強い。それからキャップも前ワンキャップやと2分か、そうですね2分かかるのでさすがにマウスでも、こうロシアの訓練とかでジャンプする動画とかもありますし、こう戦車もジャンプしますからね、すごい勢いで、はい、まずは全車両撃破で、ホースマンが取りました。ホースマンは幸先のいいスタート。メルトダウンはちょっとやらかしも含めて失敗したなっていう感じになります、なってしまいましたね。はい、そうですね、1、2、3が隠れてたのは大きいですね。113のポジションノーンのポイントが結構効いてましたね。ちょっとマウスをポンと、マウスじゃない、マップをポンと出していきましょう。はい、
113が両線裏、ここの両線裏に隠れてたのかな。はい、完全に両線裏に隠れていて、でバットチャットが1枚でここら辺にいたのかな。もうちょっと南見てみて、ここの下ですね。でバットが少し高いところで見てます、うん、はい、といったところで、おあそこのバットチャットと、まあね、1枚だけじゃんということで頑張ろうとした、頑張ろうとしてしまった、こうバットチャット2枚、パスファインダーとバイストーンかなが無理やり攻めていってしまいました。ところが丘を登ってみた瞬間に1113が見えて、あれっていうそんなこと聞いてないかったよみたいな、そんな話ですよね。はい、という現象が起こってしまいました。うん、これは完全にメルトダウンからしたら予想外だったのかな、多分。おそらくそうですよね。そうです、うん、まあ一番高い可能性としては、まあ北の A の4のとこにで北キャップを見てる、うん、まあその次はまあ中央のスロープだったとか、ああちょうどリプレイでいいシーンが流れますね。ここでパスファインダーとバイストーンにノンが攻められるんですが、はい、あっと、そしてこのシーン、はい、はい、ブラストやっちまったシーンですね。でスペンサーもね、グリフォンうちのことを知ってますから前には出なかったと、こう車線には入らなかったぞと。あれ、ここでマウスが転がって1回転ドンいやー、実は裏側でこんなシーンがあったんですね。怖いですね、非常に。こういうとこはしっかり聞いとってくるんですよ、うん、いや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 、あれこう失敗して一回転こう失敗してね、こうそね横にこう転がってたら、それはそれでまた案件ですからね。いや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 、はい。そしてこのゴーストダウンの段差は、まあ、意外とダメージを受けずに降りられるんですが、うん、まあ、油断をしてるとまあそうなんですなんかすっ転がるっていうね、なんかすっ転がったり突っ立っちゃったり、うん、そうっていうのがちょっとあるんですよねありましたよね。こう B ゲーミングの選手も段差から飛び降りようとしてその垂直にそそり立ってしまって、こう好き放題遊ばれてしまったとか。はい、確かに結構ショートカットになるんですよね、うん、いやもう失敗してしまうと、まあ、情けない姿を、うん、そうですね。もうね、アップルはね、本当に至る所でやらかしてますからね、はい、こうアップルは、ま、クリフでもやらかしてるし、でね、ゴーストタウンでもやらかしてるし、いろんな選手やっぱりどこかしらでやらかしてるんですよね、あそうですね、はい、シェンロン選手もやらかしちゃいましたよね。いやもう一回やらかすとね、言われるんですよ、すごく選手たちも。まあ選手たちはね、こうみんなに見られてるのをこう分かってますからね、はい、もうどんどんね行っていけばいいと思います。そう、アップル選手はね、グランドファイナルで2年連続でやらかすというこうやらかしやってますからね、あれにはちょっとかなわないですね。グランドファイナルとファイナルですか。グランドファイナルとあれか、シーズンファイナルか。そうです、うん、まあ大舞台になればなるほど失敗した時のね、こうダメージが大きいということでさあ、ホースマン VS メルトダウン、すでに試合の方スタートしております。はい、今度はホースマンがマウス4、57ヘビーにバットチャット、そして RU という編成で、UDS ブラスト選手が登山、まあ登山、はい、そうですね、今回113はこの北のポジション、そうですね、パスファインダーの113は北のポジションで、キャップに入られた時の下準備ですよね。おそらくさっきのまま相手バット2枚で
防衛側がバット1枚だったので、まあ、これ南取られたらまずいんじゃないかということで1時3も生かせたと思うんです。まあ、今回の場合はバットが1枚なんで、はい、まあ、1時3も生かす必要はなくて、まあ、バット1枚で十分と。なるほど。ということでスペンサーが南の山に登山。あ、これ防衛がバット2枚入ってる。でもう1枚は南の、そうですね、2ギャップの方入れる時のキルポジションに置いてるんです。うん、まあ足を生かして入り込むといった感じでしょうか。かなり強気にしか入ってない。さあ、113が見られて発砲を受けている。パスファインダーが、まあ、受けてはいるがダメージは受けない。そうですね、これでまあ向こう側に車両がいるというのが分かります、ね。ということは、南にあまりいないんじゃないかと思って、バットが前に出ましたが。バットが前に出たものの、おそらく RU に視界を取られて、逃げざるを得ない。その南にも車両が伏せてる、広く取ってるぞというのは分かりました。はい、こういうこうちょこっとしたこう動き合い攻め合いで相手の位置、あっとマウスの球をバッチャで弾く、来たぞ謎弾き、これが本当にいやらしい。もうね、バットはただでさえちょこまかうめんどくさいのに、これをされると本当にこうねイラッとしますよね。はい、そうですね、まあ傾斜がきついね、バットは。さあ、ホースマンのマウス部隊が南に動き出した。 RU で相手のバットチャットにダメージを取りつつ動かしたので、今なら南渡れるぞということで一気に動かしていく。それに合わせて、メルトダウンも徐々に北側に陣を動かしていく。これが俗に言うその2キャップを中心とした時計回りの動きですね。はい、こうやって陣を変更しながら相手を引き込むことによって、こう相手の移動距離を大きくすることによって、まあダメージ、交戦距離を長く取って、まあその間にダメージを多く取ってしまおうという、そういう動きですね。まあこれに関して言うと、相手よりこう全ての車両が重かったらわざわざこんなことする必要っていうのはないんですよね。ガチンコでぶつけちゃえばなんとかなるんじゃないっていう風になるんですけど、はい、残念ながらメルトダウンは、どっちかというと軽めの車両、113とバットチャット2枚という車両を使っているので、まあ、引いて引いて守って守ってという動きになっていますね。うん、ただちょっとあんまり車両が見えてないので回しすぎるのが怖いかなと。そうですね、これ以上行くのは怖いぞと。何より相手には UDS の傘がついているとというのがあるので、時計を回すのを諦めてセンターのキャップですか。さあ、ここで真ん中にキャップ。ああ、僕の方まで行きましたね。うん、これであれですか、北側サイド。おっと、パンパン選手と一発ずつ交換。おっと、バットチャットが動く動く。113とバットチャットでパンパン、これはあれかな、ゴリラのマウスにフォーカスかな。そうです、いや出ない、こっちから、こっちじゃないと、こっちから北から回せと。さあ、ゴリラ選手に対してマウスとバットチャットで挟み込む、きっちりと1枚落とす、うん、いやーうまいですね。さあ、バットチャットで RU を落としていく。車両をまず削っていく。それに対してホースマンも前に出ていく。今度はピンクピグ選手を追い込んでしまえと。いやー、非常にマウスとマウスのこう熱いぶん殴り合いが続いております。さあ、先にヒットポイントを失うのはどっちのチームだ。もう気づけばヒットポイント差が倍。マウスを中心に先に倒したホースマンに対して、細かい車両から倒していったホースメルトダウン、ここで差がついてしまった。
パシャー、うん、パシャーパシャー、何枚ほんじゃパリまでどうしよう、ちょっと飛ばしてあ、カジバカジバ時間にはどっちさあ、ホースマン、キャップをすることで軽い車両残ってるからいいよ、突っ込んでこいよと誘いをかけていきます。まあ、やはり車両をちょっとあえて動かすことによって下げさせたところで、まあ、キャップを入れたので結構奥の方までダメージを食らわずマウスが入れたので、まあ、その点でマウスを前に出しているという部分で、まあ、ちょっと有利だったかなという。さあ、57ヘビーから狙ったんですがあえなくフォーカス113が突っ込んでいきますが、これもフォーカス全車両撃破で終了。なんとホースマンが2セット取りました。いやー、これはこれはホースマンが仕上がってるのかどうかだ。メルトダウンが急いだかな今。そうですね、まあ、バット用でマウスに弾を吐いてる間に、うん、まあ、ホースマン側は、ゴナヘビーでマウスに入ってた。はい、ホースマンは、はい、そうですね、ホースマンは、南サイドをこう回していきました。まずはこうバットチャット等々を追い払って、しかしまあこのラインですよね。このラインからもう出ることはせず、なぜなら北側に UDS がいるから。それで、ホースマンはまあポイントを変えます。こうかな、はい。そして、マウスを北側キャップのこうガードポジションに入れるのかな。はい、で、ホースマン側はこういう動きとこういう動きですね。こういう動きで、あ、ちょうどいいシーンがやっぱりリプレイで流れますね。こう我々とね、こう彼らのリプレイのこう息はぴったり合ってるぞっていう、見てるところは一緒だっていう。やっぱりこうあそこが完全に試合の流れを変えてしまったシーンの一つなんですよね、うん、はい。さあ、スタッツいいとして、バットチャットを2枚流し込んで、ここのゴリラのバット、あ、マウスかな、マウスを取ることには成功したんですが、バットチャットがここに引き付けられたということで、ホースマンは今の瞬間こっちだと、もうどんどん、うん、はい、マウスとはこの蛇を流して、そうですね、遠い面のマウス2枚を食べてしまう。でこっちのマウスは、このマウスと、バットかな、そうですね、回し込んだバットで食べると。で、あとはそこでこうヒットポイントアドバンテージ、車両アドバンテージが生まれたので、もうひっちゃかめっちゃかにかき回すだけで勝利したと、はい、うん、いう感じですよね。まあゴリラ選手が一番端っこにいたので被害担当になってしまったっていう、うん、被害担当になってしまったっていうのはしょうがないんですが、まあマウスとバッチャ2枚に囲まれたらすぐ落ちるよねっていう、それはもうしょうがないですよね。まあそうですけど、やはり車両先にまあかなりキャップの奥まで出してた関係で、まあ、その間にマウスですけど、まあ当て返すことができました、うん、これが、ま、こう南サイドでキャップしてると、こっちが進む間にゴリラ選手もやられて側面からダメージ受ける可能性っていうのもあったんですけど、キャップ踏んだまますごい勢いでこう前に突っ込んで
いろいろとこう車線を切れるポジションっていうのを取ったんですね、はい、それがこうかなり効いてましたよね最後まで。はい、といったところできっちりと、はい、ここでね相手をこう潰し切ることができて、アドバンテージを奪ったホースマンというのが一気にね勝負を決めることに成功しました、はい、なんだろう、バイストーンとかのバッチャル動きってどうだったんだろうね、あれ良かったのかな、あのタイミングで突っ込んじゃって。そうですね、あんまり、こうやるべき、マウスに当たりたくはなかった、こうマウスを取るためにバットチャットを動かすんじゃなくて、こうもうちょっとなんか外回りで回したくなかった。そうですね、外回り回して相手のバットチャットが出現したタイミングでこうなんかね騎兵隊みたいな感じで助けに入ってっていう風にしたかったんじゃないかな。結局のところマウス1枚取ったけどその他の被害が大きすぎましたよっていう話になってると結局交換もできないよねっていう、ところではあるんですが、おっと準備ができたようです。2試合目ヒメルズドルフの試合です。両チームとも重いですね、はい、最悪ですね、200はあえているってのどういうところなのか、はい、どうなんでしょう、 E100 のヒートに未来はあるのか、もしかしたらこの試合で見えてしまうのかもしれない。まあ、リューダーオンナユーとか、ああ可能性はありますね。でもそれならタイプ5で、いやあれですよ、 E100 とタイプ5二大体制でリューダーを投げ続ければ相手は倒れるっていうあるいは12.8 はさすがに、さすがにないかな、それだったらマウスでいいじゃんっていう、まあそうですね、ことになってしまうので、こう僕こうね E100 作った時に最初初期法の 12.8 使ってた時すっごいストレスだったんですよね。何がストレスだった、ね、そう何がストレスだったかって、僕最初にマウス作ってるじゃないですか、で E100のそのなんだろう、こう特徴って15センチにあるじゃないですか、はい、はい、E100 っていうのはねこう試作機作られようとしてたんだけど、まあ完成されることなく終戦を迎えましたっていう、こうあれですね、アレックスのこうミニ知識ですね、はい、そうですね、これは15です。でこうさ、まあ話戻しますと、こうマウスよりヒットポイントもないしマウスより柔らかいのになんで同じ方しか使えないんだっつって、こう慌ててこう15センチをこう開発しましたよね。まあ若干足が速いので上で使うということですか、ね、どうなんでしょう、上から榴弾投げてるのかもしれないですよこれ。まあそうですね、コメントにもあるんですけど、いい何々シリーズはこう、ね、こういわゆるペーパープランで終わってしまったという、まあどうしてかっていうと、いいシリーズが考え始められたのってもう対戦、第二次対戦も末期も末期だったんですよね。それでこうそんなもの作るよりは制空権をみたいな、そういったやり取り等々ありまして、はい、どうしてもいきますね。なんかこう僕がこうネタ知識を披露しようとしてるとこう試合が動きましたよ、はい、これ90でしかよ取れた。そうですね、これは南を、はい、ますか、南をバッチャとですが、まだそんなに移動、ね、南の車両残ってるので、あんまり勢いよく行くと逆にこう刺さる可能性があるんですが、それはどうか。でもこれあまりこううろちょろしてると6でもない結果が生まれてしまいそうですが、多分見えましたね。あとバットチャット、これ逃げられるか、バットチャットは逃げていく、ここで公園を横切っていく、ああ
そうですね。でもバットがこれだけ出てくるということは西側にダイブした量がいるんじゃないかと予想できるので、ただあれ、あれ A の8の方のマウスか何か車両も見えたので、うん、ちょっと相手の場所がこれはそうですね、これは不明瞭だということでかなりこう動いてますね、はい。さあ E100 がなんかこれ E3 ポジションに E100 入れてるんですけど、これでいいんでしょうか。あ、ただこれ公園の中結構いい、マウスが上がって敵 あまり耐えてないので、まあ、西側にはそれほどいないんじゃないかという感じでしょう。そうですね、はい。ドイツっていうのはこう負けが込んできてしまうとどんどん戦線を押し込まれてしまって、戦車よりもこう飛行機爆撃機が大事になってきてしまう。そんな状況でね、新しい戦車なんて開発してる暇なんかあるかよっていう状況にまで追い込まれてしまいます。そしてこうね、ドイツにはパンターや、ティーガー、まあ、いわゆる動物園シリーズっていうのがあるんですが、基本的にティーガーたくさんいたら勝てたんじゃねみたいな、そういうところもあったんで、わざわざそれより強い戦士、強くてこうお金のかかる車両をわざわざ開発する意味はあったのかっていう話もあったぐらいなんですよね。なので E シリーズ車の統一とかっていうのにもあまり乗り気じゃなかったっていう研究結果が最近なんか、まあ、今年やかに語られているかというか報告されているというか、はい。ちょっとね、戦車好きからするとロマンのない話にはなってしまいました。はい、かなり車両を北側に固めます。そうなんですよ。どうしてこういうネタ話ができるかというと、メルトダウンが北をガッチガッチに固めているところにホースマンがこれから突っ込もうとしているという悲しい現実がこうマップ上では繰り広げられているので、これ大丈夫かなという感じで見てます。はい、そうですね、さっきは8台の方車両が見ましたけど、まあ、これ時間も経過して、まあ、車両を寄せているので、まあ、これ、丘を取りに行きます。さあ1390でまずはこうキャップに入りますが、これタイプ5がいるので、まあ、間違いなく切られるゾンビが、そうですね、1枚いるのが見えます。あとまずまだ当たらない。さあタイプ5がドーレと出てきて、あ、タイプ5も見えたかな。これさすがに15センチは抜けるぞ。ああ、これ逆に削られてますね。おお、タイプ5が先に逆に削られるという状況ですか。うん、キマラはこれ無理しないです。うん、キャップは外しましたね。あとスピンクス弾薬庫がやられているか。さあ1390が上がってスピンクスに、いや当てられない。おそらくバットチャットのお供がついてると思われるので無理をして攻めていかない。さあアーコン、そしてノーのヘビーコンビがここで角で睨み合う。あーっと、きっちりタイプ5で榴弾でダメージを与えていく。やっぱりゴリラのヘビーがかなりのダメージを負っている。そして、8ライン北側にタイプ5が現れたのでゴリラは慌てて下がっていく。いやー、ヘビーのすごいこうドカドカした殴り合いが続きますね。あっと、押し込まれてる、押し込まれてる。あっと、これは抜けたか。700ダメージ入って、さあどうなる。E100 がバットちょっと取り逃がしたのかな。さあここからどうなる。非常にヘビータンク同士のガチムチの殴り合いが続いている現状だが、どっちが先にダメージを与えきるか。さあゴリラのマウスが裏で車両撃破。おっと、北陽選手の E100 ここで大活躍。おっと、1390もバットチャットにダメージを与えつつ、あのバットチャットは逃がせない。おっと、マウスがきっちり、ゴリラが大活躍。
気づいたらヒットポイントを残っているのはホースマン。いい役活躍しちゃったね。そうですね。しかもきっちりなんか方針でガードしようとしてたね。あ、さすがにあれだよね、その角度のヒートは無理だよねっていう。はい、全車両撃破でホースマン勝利です。いやー、すごいガチムチな殴り合いだったね。はい、うん、まさかホースマン勝つとは思わなかったよ。でもいい形で入り込みましたよね。戦線の縮小もできたし、うん、あとは本当に殴り合いで勝つか負けるかっていうところにまで持っていきましたよね。うん、じゃあちょっとマップの方出していきましょうか。ポントナ、はい、攻め側バットチャット、違う、バットチャットがいて、でこの奥にヘビーが1枚 E100 かな。そしてゴリラがいて、ローンとあとはもう1枚ヘビーで、1390が1枚いて、123456、あともう1枚ヘビータンクかな、あと1枚ヘビーは、ここ窓ですよ、窓に1枚残ってた、残ってたか、うん、こんな感じでしたか。はい、で終盤の場面だと90バットが丘ですよね。うん、という形です。でもヘビーが、うん、さあリプレイ流れそうです。見ていきましょう。はい、もうね、このガチムチの殴り合い、こうヒットポイントバーがすごいぐらい削れているのに、まだねヒットポイントをたくさん残ってるような感覚がありますよね。8000とか9000とかわけわかんないですよね。ここでバッドチャットがなんとか逃げるんですが、そう、やっぱり坂の下に E100 いたのって、そんなにこう、いやでも見えてるよね。でもやっぱりあそこは1390とバッドチャットは坂下るべきだったのかな。うーん、いやでもこれは出ないと前が飛ばされてしまうという判断、うん、っていう判断はあったんだと思うんですよね。ところがやっぱり、この E100 とバッドチャットのと当選簿で1390を失ってしまいましたよね。バッドチャットだけかろうじて逃げ出したんですけど、結局のところここから下っていくって、袋小路に自分から飛び込んでいくって言ってるのと同義ですからね、なかなか難しいですよね。うん、でこのあれかな、ヘビータンクも上がってきてたのかな。はい、うん、形だけで見るとなんか囲み込んだようなホースマンっていう形なんだけど、ダメージを多く受けてたのは実はこうメルトダウンの方だったっていう。はい、うん、そうですね、やはりまあここでキャップ切るときに逆に打ち返されてダメージを取られた、まあ、それから、そうですね、最初はまあこっちに車両がいたんで、まあ、このライン通るときに、まあ、どれが出てたかちょっと見えなかったですけど、まあ、まあ、ここまで一回出てしまったら、うん。うん、ホースマンなんで、まあここは下がるよりも前に出てしまった方がいいという判断で前に出てます。はい、ちょっと待ってくださいね。今運営から情報が入ってまいりました。はい、情報が入ってまいりました。ですね、メルトダウンの選手の一人に、コンピュータープロブレム、PC の問題が発生してしまって、
戻って来れない状況になってしまったと。ということは、はい、戻って来れない状況になってしまって、そして予備の選手も現在ちょっと用意できていないと。そうですね、メルトダウンは人数ギリギリでしょ。ギリギリなんですよ、はい、といったところで、ちょっと戻しますね、このまま試合はホースマンの勝利ということになってしまうという話が今こうなんか緊急電で飛んできました。はい、アレマっていう、そうですね、まあ、人数ギリギリだと、うん、ということは、そうですね、はい、いやもう僕もびっくりしましたね。いきなりこうキッド選手が解説しているのを聞きながら、あれなんかすごい急でこう連絡が来てるって言って開いてみたら、はいはい、どうやらメルトダウンの選手の一人がこう PC にトラブルがあって、はい、サブもいないし、このまま終わりにこう募集試合になってしまうという話が流れてきました。あ、ちょっともったいない、うん、もったいないですね。まあ仕方ない、うん、昔はねこう6対7、6対7で やってた時期もあったんですけどね、それだとやっぱりどうしてもこうやっぱり見てる方もやってる方もえっていう話に、うん、しかも昔のルールだとこうティア10 1枚削ってたんですよね、ティア8じゃなくて、でティア10 6枚ティア8 1枚、あ、それでやってもらえた、そうティア10 6枚じゃない、ティア10 5枚ティア8 1枚か、うん、っていうこう状況だったので非常にこう難しい試合になりそうだったんですが、これでこうホースマンが勝ってしまったということで勝ち点3を積み上げてカレンの明日をこう迎えるということで、カレン側としては非常に3位進出が厳しくなってきたっていうところではあるんですが、いやーこういうことも、まあ、ホースマンはまあちょっと EL には勝てないとしても、うん、まあカレンは T に勝たないといけないですか、はい、といったところで明日を迎えるという、本当にもう最後までわからない展開となってきてしまいました。うん、まあ明日はまあカレン勝ってホースマン負けたとしても、ちょっとまあポイントが同じだった場合どうなるか、そうですね、セット数とかっていうこともあるので非常にこうどうなるのかわからないっていうところではあるんですよね、うん、なのでこう今後ねこう公式等々のツイッターの情報等々を見逃さないように、我々もね確実に、重要な情報があったらねリツイートとかで発信していきたいと思いますので、本日はなんかしれけれとんぼとなってしまいましたが、セットカウント5対0で、ボッシュ試合ですので5対0扱いでホースマンがメルトダウンに勝利いたしました。うーん、締まらないですね。そうですね。こうね、アンケート取るのを忘れてましたけど、こんなアンケートもそういや作ってたんですよねっていう、でもこれもう、うん、いらないよねっていう、そう、はい、消します、はい、はい、うん、といったところで、なんか、なんだろう、すごいなんかドラムロールになってたけど、はい、ああもしかしたらこれ本放送であれやってたのかもしれないですね。うん。何ですかこれ。うん。もしかしたら本放送でなんかプレゼントを。ああ、うん、はいはいはい。そう。あれこれ日本のプレイヤーさんじゃないですか。いや気のせいか。うちのディズニーさん。やっぱり。そうだよね。日本人プレイヤーさんですよねこれ。こう、あ、どっかで見たことのあるプレイヤーさんだと思ったらクラウンのですよね。はい。いや、ネスト。あ、違うか。ネストのリセオさんですよね、はい。これは違いますよね。トロヤン。これ何がもらえてるんですか。わからないです。こう、まあこうやってなんかプレゼントを企画してたっぽいですね。はい、ドラムロールと一緒に。で我々が言えることは、リセオンさんおめでとうございますっていう、何が当たるんだろうね。
ぜひね、こう、あれですね、何があったったのか聞いておいてください。そうですね。うん、なんか、これわざとやってるってことは、いつもより豪華なものが当たってるんじゃないですか。うん、5球、マジで5球？え？それだったらすごい、すごい話ですけどね。それはちょっとずるいです。これね、これね、こう、あれなんですよね、こう、我々こう英語本配信聞いてないので何とも言えないんですよね。はい、これで、本日の全ての試合が終了いたしました。はい、初戦 TMFC 選手 VS EL ゲーミングはセットカウント2対5で EL の勝利。2戦目カレン VS TCZ、 カレンが5対1、セットカウント5対1で、はい、カレンの勝利で、3戦目 B ゲーミング VS ダークウルブズはセットカウント3対5でダークウルブズの勝利で、4戦目メルトダウン VS ホースマンは、セットカウント、ね、3対0から、メルトダウン危険のためホースマンが5対0で勝利いたしました。はい、はい、といったところだったんですが、今日どうでしたか全体的に、キッド選手。そうですね、まあ勝てるチームは卓球隠し部分もあると思うのであれですけど、まあそうですね、まあ、マウス出てからまあちょっと落ち着いて、まあ、前回の流れ引き継いでるという形が多かったと思います、うん、そうですね、うん、たさあといったところで明日のスケジュールが今表示されております。このようになっております。はい、はい、こっちじゃなくてあれだね、日本語の方のスケジュールを見ていきましょう。ポン、はい、といったところです。初戦が、メルトダウン VS ダークレブズ、そして2戦目 B ゲーミング VS TCZ で、3戦目4戦目がどうやら順位に影響してきそうな2戦、ね、あ、これが3位4位が決まる可能性が高い。そうですね。でちなみに、現在3位が確定してないので何とも言えないんですが、3位と6位がプレーオフ、来週の日曜日に行われますプレーオフでベストオブ13という全マップをかけた大会試合で衝突。あれですよ、本当に来週、明日の日曜日じゃなくてその次の日曜日大変ですよ。3試合あるんですけど、3試合すべてがベストオブ13です。もうね、今からこうかなり怖いです。はい、まあ明日がシーズンラスト、そしてプレーオフが来週ということで WGL、はい、もうね残り少なくなってまいりましたがね、ぜひとも最後までお付き合いください。それでは本日ね、そろそろ我々の配信の方は終了しましょうか。はい、本日、WGL アジア APAC ゴールドシリーズシーズン2第9週目初日、実況担当いたしましたのは戦車おじさんこと T 名取、そして解説ははい、ノーティキッズからキッドでした。はい、それでは、